今日のマーティー君。はい、今日のマーティー君はちょっと眠そうなマーティー君です。さっきまで寝てたね。はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、マインクラフト PC 版久しぶりにやっていきましょう。はい、前回ですね、スポナートラップ作って、失敗しましたね。うん。マグマの中に僕がドチャンと落ちちゃった、ね。そう、落ちちゃったね。あれ、エシ君、剣2本持ちしてんの、うん、うん。ということで、早速始めていきたいんですが、うん、で、パパはですね、あの後、一人でやりまして、お完成させましたんで、来てください。よかった。この辺綺麗にしました。おはい、こんな感じで、もう、塞いじゃってます。あ、本当だ。で、ここ中見えるようになってますね、うん、ここからどんどん湧いて、で、ここ登っていって上上がって、うん、で反対がこっちに落ちてくる。まだ落ちてきてない。そうだね、まだ湧いてないから。こういう仕組みになってます、うん、水流エレベーターだね、うん、これ作ってやりました。何回も失敗したよ。あ、湧いたかな。そうだね。はい、そんな感じで、この中にもですね、いろいろ装備が溜まってます。で、ここはですね、スライムボールがあるんだけど、うん、実はですね、さっきのこの上のところ、ここにですね、たまにスライム発生するのよ。へー。なぜか。珍しい。ここ湧きそうになってんの？なんて言うんだろう。スライムチャンクって言うんだっけ？ちょっと分かんないんだけど、うん、とこの辺に出たんで、もしかしたらここをうまく作ればスライム湧くのかもね。あー。うん。ということで、初めてスライムボールゲットしました。これ収録外だったんで、ちょっともったいないけどね、うん、はい。他にもゾンビが落とした、金のチェストとか、うん、チェストプレートね。金のチェストプレートなんかもゲットできてますんで、まあ、欲しいものはこの中から取っていってください、シンくん。で、ここを攻撃するところじゃないから。これは、チビゾンビの時だけここで、ちょっと攻撃しますね、うん。チビゾンビだけ上上がっていかないからさ。あと詰まっちゃうとき、ああ詰まっちゃうときある、確かに。はい、止めよう。あれ、防具つけてるやつがいたのかな。ああ、だから硬かったのかな。何もドロップしてない、うん、どっか。スポナートラップも完成したので、うん、今日はちょっと別のとこ行こうかなと思います、はい、おお、あれ、あ、エンチャントされたやつね、それね。エンチャントされたやつドロップしたもんね、うん、じゃあ今日は別のとこ行きたいなと思います。はい、こっちね、行ってなかったのよ。おお、収録外でちょっと来てはいたんだけど、うん、こっちがね、これ、まあ、開拓したんだけどさ、うん、キノコとかあるでしょ。ほんとだ、ね、いっぱいある。なんだけど特にね、奥はないのよ、ここは。向こうに暗いとこあるよ。そうだ、そっち行ってないんで行こうかなと。ま、近くにマグマもある。え、嘘、あそこ気をつけてね、うん、ちょっと橋作っちゃおうか。オッケー、うん、この辺暗いよね。あ、風洞、鉄鉱石、鉄鉱石あったよ。あ、やべ、あ、ちょっとあそこスケルトンがいる。でもか、足しか見えてない。やっちゃえ、やっちゃえ。はい、倒した、倒した。お、また金鉱石発見。うん、すごい。あれ、とりあえず金鉱石ゲットしとこう。うん、オッケーオッケー。マグマの動きを止めちゃうよ、怖いんで。はい、よいしょ。あ、びっくりした。あ、びっくりした。落ちてきた。じゃあ、エちゃんにちょっとこの松明をあげましょう。はい。持ってないでしょ？うん。あ、やばい、来た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 よ。おーい。ナイス。よかった。あ、上にエメラルド見つけた。エメラルド？上上上。本当だ。あ、下にラピスラズリある。
お久しぶりに豊作だこれは。落ちちゃった、落ちちゃった。助けて。うわあ！大丈夫？助けて。あ、大丈夫？やられた。あ、やべ、なになに？ラプソディの近くでやられた。あ、やばい、死んじゃったパパ。なんで、なんで？スケルトンにやれちゃった。やばい。分かってきた。やばいって。ちょっと待って。持ったない。武器ないよ。武器ない。矢で挑むしかない。みんないなくなってくれ。いない。いなくなってた。オッケー、ラッキーだった。オッケー。ちょっと一時退散。退散するね。じゃあパパはノーヘルでいきますよ。うん。よし。あ、左にあれもあるじゃん。ん？ほら。なんだっけこれ。レッドソン。レッドソン、そうそう。あ、いるいる、あっちにいる。あいつ、A ちゃんのやつ持ってるよ。気をつけている。上。またスケルトン発見した。あいつだよ。あいつが A ちゃんの、エンチャントの金のあれ持ってる。しかも、縦まで持ってる。ちょっと気をつけて、気をつけて、そこ。あれだよ。マグマだよ。どこで？やった！あ、やった！ドロップした？ドロップしてる。どう？あ、すごいドロップしてる。戻ってきた？じゃ、ヘルメットあったらパパにちょうだい。あ、やった、やった。久々だね、こんなに。ふぅ。あ、ラプサーズ18個、レッドストーン9個。あ、鉄鉱石10個。いいね。石炭21個。あ、ダイヤモンド！あ、ほんとだ！あった！気づかなかった！カッコカッコ。よっしゃー！やった！あ、ラプサーズにしかも。取ってね、ダイヤモンド今。じゃあ絶対に。コストしないでね、うん、マグマに落ちるとか絶対やめてね。よかった。やったやった、や久しぶりに。やっぱ念のためパパにあげるよ。え、はい、ひどい。あれ、まあ残ってる。はい。合計5個もあった。やったね。うん、ドゥインラプスラズリがあるからもうちょっと取っちゃいましょう。おお、オッケー、いいね。とエメラルドだけ、エメラルド1個か。よし、あ、なんか降り、ああ、びっくりした。怖。あ、大丈夫？食らった。やばい。金鉱石が大量にあった。え、金鉱石大量にあった？うん。金。ラプスラズリもいっぱいある。すごいね、ここ。ここにいるんだよ。あ、2体もいる。これ気をつけよう。あ、来てる来てる、そっちから来てるよ。あ、やり合ってる。おバカちゃんだね。二人でやり合い始めたよ。何ちゃった？OK、倒した。OK、倒した。うまい！え、え？あ、来て来て来て！助けてー！どうなった？あ、やばい！どうなった？危なかった。いや、バカされたアウトだったよ。どこ行った？ A ちゃんの姿が見えない。どうしたの？やられちゃった？やられた。嘘でしょ？ちょっと待って、怖い。
一旦おとなしにしよう。いや、おとなしにしたらさ、近づいてきたとき分かんないじゃん。エンダーマンが近くにいるから一応挑んでみよう。エンダーマン挑むのやめなよ。よかった、よかった。あ、え、なに、うわぁ、やばい。大丈夫？あ、やばい、ちょっと待って待って、シルバーフィッシュいる。シルバーフィッシュ、なんで、なんでシルバーフィッシュ。ちょっと待って待って待って、やばいやばい、これやばい、これはまずやばい、マジやばい、ちょっとやばい、えちゃん、まずいまずいまずい、ちょっとやばい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 ってやばいって、そうそうそう、やばいやばいやばい、やばい、あー死んじゃった、あーやばい、ちょっと待って、すぐ戻んないと。ダイヤモンドがなんてことしてしまったんだ、なんでここにいんの、えちゃん。戻ってきた、ここに。またクリッパーにさっきバカ与えて、どこで死んじゃった。 あったあったあった、そんな下いる、シルバーフィッシュ、あ、いるいる、うわ、シルバーフィッシュの声、あった、ラピュタ人の真ん中に、こいつはどうやって倒すの、倒せない、どうしたらいいの。どうしたらいいのこれ、じゃあ、やばい、落ちちゃった、あー、またやられた、うわ、やばい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 、またダイヤは残ってる、どこにある、あ、いなくなったな、あいつら、退散しよう、僕も大丈夫、みさ大丈夫、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、また装備が、ちょっと待って、一旦ちょっと整えよう整えよう、はい、じゃあ今日この辺りにしたいと思います。はい、はい、ダイヤモンドが結構取れたのかな、うん、トータルで11個になったみたい、うん、でエメラルドもトータルで13個、レールがすごいね、64と17で結構取れた、1スタック以上取れた、うん、僕は鉄鉱石64と鉄鉱石8、うん、プラス石炭64、1スタックと44個、うん、ラピスラズリはパパ6、パパ64の28ある。レッドストーンある？レッドストーンはこっちにある。22個。ああ、64個と22個。どこですか？じゃあ、この辺りを、村に今度持って帰ろうかね。そうだね。ちょっとパパ、大量にね、あれも持ってんの、ゾンビ肉も持って帰ってきたから、こういうの交易に使えると思って。うん、じゃあそれはまた次回やりましょう。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなと、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それじゃあチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。